はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、迷惑系配信者がまたバンされたぞーっていうような、そんなお話になるんですけど、まあ大体2ヶ月前ぐらいにね、 一回 YouTube のチャンネルバンされててなぜ、まあ、か復活ができていた状態だったんですけど、まあ、それが故にこれからはクリーンな発信していきますっていうことで頑張っているつもりだったみたいなんですけど結局 YouTube チャンネルからバンされるっていうようなねそんなお話なんですよね、まあ、しかもこれやばいのがねこの配信者41歳とかなんですよねそして稼げなくなって泣き出してしまうみたいなねそんな話もあったりするんで今回その件についてレ、ね、ビ見ていこうかなと思います元道のチャンネル チャンネルでは時事ニュース系のことを話していきまますすのでいいいいねとと思ったら是非チャンネル登録もよろししくお願いしますということで、まあ、この人めちゃめちゃ逮捕歴とかもやばくてですね、その人が急に更生しますなんて言っても、誰もね、信用しねえよっていう話なんですよね。YouTube ライスーっていうような話なんですけど、この迷惑系配信者、深夜長って誰って話なんですけど、わ、えー、かりやすいところで言うと、こちらですね、YouTube 動画配信者、深夜長今年の24時間テレビランナー、ひろみと並走するということで、 でここでね大炎上していた人なんですけど24時間テレビの2023年の話だねその時にランナーのひろみさんに並走しながら YouTube を撮ってたわけなんですよ、まあ、夜中にこんな感じでね無理やり、えー、ひろみさんがね走ってる横に入りに行くというような迷惑行為をしたりしてたんですよね、まあ、他にもいろいろ逮捕歴のある人なんですけど、まあ、一旦記事を見ていこうと思います19日深夜ちょが X を更新 YouTube チャンネルがバンされたと報告しましたと迷惑 配信者新野長現在41歳の新八丁こと大原誠二は2010年から活動している配信者です無免許運転している様子を生配信したり交番に不法侵入するなどして何度も警察沙汰になっておりこれまで6度の逮捕歴があり前科は三犯とされていますということでもう超悪いやつなんですよねで昨年8月には24時間テレビ46の生放送中にチャリティーマラソンに挑戦していたヒロミに突したことで 大きな批判を浴びましたまた同月に泥酔して焼肉店内で暴れる様子を生配信しており今年5月に威力業務妨害の疑いで逮捕されていますということで、まあ、しょっちゅう逮捕されてる人になるわけなんですよねもっと厳しい罰与えるべきなんじゃねって思いますけどね深夜町はこれまで何度も YouTube チャンネルをバンされており昨年8月にもバンされたことで YouTube チャンネルは全て消えていましたしかし威力業務妨害で逮捕された後の6月 6月、新たにチャンネルを立ち上げ、そこで2ヶ月ほど活動を続けていましたと。まあ、永久バンされたんじゃねっていう風にも言われてたんで、この YouTube チャンネルも新しく作ってなかったっぽいですよね。しかし、6月からまたチャンネルを立ち上げて活動していたわけなんですよ、司令塔。あいけるじゃんみたいな感じで。で、新チャンネルもバン、永久追放状態かということで、しかし YouTube にバレるんですよね。ところが、今月19日、深夜帳は X を更新し、深夜帳チューブ第1号 第4号を消されたと新チャンネルもバンされたことを報告しましたということで Twitter ではいろいろ述べてるわけなんですけど実際現在チャンネルにアクセスすると YouTube の利用規約に違反していたためこのアカウントを停止しましたとのメッセージが表示され全てのコンテンツが閲覧できない状態になっていますということでやっぱりおめえは YouTube させないということで、ね、YouTube 側から、ねえー、出禁を食らってるわけなんですよねやはり俺は YouTube は人物版であり永久版で って二度と YouTube できないってことだ更成するチャンスももらえないってことだっていうことで何を言っとんじゃーっていうような話なんですけどね、まあ、こういうさ悪いことしてる人たちってさ更成するチャンスが常にもらえると思ってるところがまたやばいところですよねこの人だって41歳だよ 41歳の人に構成もクソもないでしょ。わかるだろ、やっちゃいけないことぐらいって。まあ、それを今までやってきたわけだからね。と、YouTube から自身が永久追放状態になっていると綴った深夜庁。まあ、謎に被害者面なんですけど、収益家が盗乱人物認証を最近したばかり。それで大原誠二本人が運営しているとして、バレて消されたのだな。終わったーっていうことで、まあ、YouTube でね、まあ、いろんなところでチェックがかかって、ついに人物認証っていう、そこで引っかかったじゃねーって本人は言って、 わけなんですけどとしばらくは無事だったのがこのタイミングでバンされたのは YouTube で認証手続きしたのがきっかけだとの考えを示しました深夜町はクリーンな内容でやってたのに残酷すぎるぞとこぼすとともに TikTok と Twitch しかあとは Instagram と X で4つしか生きた証を残せないと綴っていますと、まあ、自分の生きた証を残せるのはこれを4つだけだっていうのを言ってて まあ誰が見たいんだよって感じがしますけどね YouTube からの永久追放 YouTube では一定期間に賛同ガイドライン違反をするとチャンネルが停止される仕組みが取られており野球に例えてサンストライク制とも呼ばれていますしかし重大な違反に対してはいきなり停止処分を下す一発版が下される場合もありますその中には新たなチャンネルを立ち上げると内容に関わらずすぐに一発版される永久追放扱いになっている YouTuber もおりガーシーこと東谷やヘズマリュウなど がこうした扱いになっていると言われていますということでもう顔出したりだとかまあ、名前とかを入れているとはいお前の YouTube 終わりっていう YouTube がね永久追放しているという話なんですよねま新八丁っていう今回の迷惑系配信者も同じような扱いだという風に予想されているわけなんですけど まあこのね YouTube をバンされたというふうに言われてるんですけど他にもね深夜帳がふわっちツイキャスに引き続き YouTube も永久バンになったみたいだねっていうことで他にもね永久バンになってる SNS があるわけなんですよね相当やばいよねこの人そして YouTube バンされたから今度はこうしますっていうことで生配信の再生数激減でニーズ損失を感じ撤退 YouTube で活動していたが永久バンされた現在は微名をっていうのかなで過去の動画や M MV を公開していということでろい、ま、ろ、あ、SNS 動いてるわけなんですけどどこ行ったってさバンされるような人変わんないですよね、えー、悪さしすぎだから仕方ないわーっていうふうにね言われてるわけなんですけどちなみにこの人ねクリーンな感じで更生しましたというふうなことを言ってたわけなんですけどこの人はね、えー、突っ込んでることがあるんですけど逮捕歴のある人が「俺更生しましたいつまで迷惑系のイメージが残るの?」って言いながら札束と迷惑系の象徴を持って 自撮りしててたたらあなたはどうう思いいますかっていうことで最近こういう投稿していたわけなんですよね。ヘズマリュウと一緒に撮ったよって。炎上から更生、いつまでも消えない迷惑系イメージ。どうしたらクリーンになれるのかって言って、スクショ撮ってるのがこんな感じなんですよね。もう迷惑系のまさにそれなわけなんですよ。何がクリーンな配信だよって話ですよね。私はこういうことをする時点でクリーンになる気がないんだなと思いましたというふうに言われてるんですよね。まさにその通りかなと。まあ 構成するって言ってもそもそも何が正しくて何が間違いなのかも理解できてないのかもしれないですね。 で、さらにですね、ここ最近ではこういうこともね、えー、言ってたみたいで、迷惑系配信者、深夜長、配信を頑張ってるのに稼げず、悔しい涙を流してしまうっていうことで、閲覧が多くてもお金が稼げないことに涙を流し、Twitch や YouTube も頑張るから見に来てほしいと宣伝した、迷惑系には価値がないねんって言われてるわけなんですけど、これ7月の時点で、俺今稼げないよーっていうことで涙流してたりするんですよね。うわー、悲しい、稼げるー みたいなこととを言ってて配信とかもしてるんですよね、まあ、人に迷惑かけて、それで配信してるんだから、それ自業自得としか言いようがないよね、マジで。で、他にもね、こんなこと言ってて、自分で言ってるんですけどね、このアカウント。深夜中終了のお知らせだ。オアコン過疎で需要ないし、週末へ一人歩くということで、まあ、これ8月12日に投稿してるんですけど、自分でこういうこと言ってるんですよね。えー、なんて言ってるかというと、どれだけ編集を頑張っても、YouTube プレミア公開、H398 8人とか二桁チャンネルでかそって需要ない弱肉強食の法則で需要ない消えるしかない深夜ちょ終了のお知らせって自分でこうやって投稿してるわけなんですけど俺オワコンだーって言ってるんですけどそりゃそうだよね誰が見に来るんだーっていうような感じもしますし閲覧98人見てくれてるならそのこと自体に本来は感謝すべきなんですよね98人の人が見てくれてるのに不満をこうやって発信するっていうのはめちゃめちゃ失礼な話だと思いますけどね元道的には。まあ、こう,いうとこ なので YouTube バンされてなくても結局オワコンで完全終了だったわけなんですよね。この人41歳だよ びっくりだよ、ね、まあそして何よりもですね、この人逮捕歴とかもやばいわけなんですよ。深夜町の逮捕歴5回だーって、1年前の沼ップライブの打ち上げに深夜町が乱入、その後、牛角のテーブルに土足で上がったり、暴れたりして牛角の営業を妨害する。今回は新たに逮捕歴が加わる。これで6回目の逮捕かーっていうことで、こんなことがいろいろあったんですよね。深夜町の前科、無免許での車の運転だとか、無人交番に正当な理由なく侵入したことだったりとか、 えー、お店のコップに日本を入れるとかもう終わってんだろうって女性に暴行して現行犯逮捕居住侵入罪だとかまあこういうこととかでも逮捕されてて牛角の威力業務妨害でも逮捕が加わってるっていうようなねそんな話なんですよねまあしかも記事にもあった通りしっかり前科ついてるからねまあそれで YouTube に対して YouTube さんは俺が更生しようとしてるのにチャンスくれねえよなんていうのはあまりにも社会をなめすぎてるね発言なんですよねなんじゃこれ そして元光が一番良くないと思ってるのはこちらの迷惑系配信者なんですけどこうした迷惑行為をしながら本人はこう言ってるわけなんですよね自分も障害手帳を持ってるんでゴールまで並走します24時間テレビのひろみさんとみたいな迷惑行為をですねまあ、あたかも障害を持ってるからしょうがない免罪符みたいに使って 自分でね、えー「やっちょも障害 ADHD があるんだよ」っていうのをね発信したりしてるわけなんですよね自分で、まあ、こういう発信をすると ADHD でで困困ってるる人たちみんんななが困るわけなんですよね ADHD の人は平気で犯罪を犯すような人なのかって思われたりするわけでしょもうふざけんなってなりますからね、まあ、こうした迷惑行為をするかどうかっていうのは本人の問題ですから、まあ、元光はこういうところが一番良くないなと思います でまあ、とにかくですね、o u t u b e からね、しっかり出禁を食らってるということで、まあ、それ、自業自得のザバーみたいな状況なんですよね。 まあもう全ての配信できなくなってもおかしくないと思いますけどね。ということで、ネットの意見も見ていこうと思います。40歳過ぎのとっちゃん坊や、まだこんな迷惑行為続けてんだわらーっていうことで、いや、そうだよね。いい年して何してんだーっていうようなね、声が上がってたり、他には10代なら更生のチャンスが欲しいと言うならわかる。あなた何歳ですかって。世の中そんなに甘くないですよって。本当その通りなんですよね。10代とかが言うならまだわかるわって。他には、どこがクリーンになやって てたんだって警察呼ばなきゃクリーンと思ってるのが大間違いだってお前のクリーンの基準がおかしいぞって薬飲まんで ADHD は個性とか言って。 周りに迷惑かけたり周りをディスるのがクリーンかよって感謝しろってあんたみたいな厄介も相手にしてる人にまず感謝しなさいという風にね言われてたり他にはクリーンでやってたかどうかを判断するのは自分じゃなくて周りが判断することなんだよなーっていう風にね言われてたりねいや本当にその通りなんですよねまあとにかくもう YouTube には戻ってこれないというのがね発覚したんでとりあえず一つはね前に進んでんじゃないのかなと思いますということで今回のお話は以上ですよみな 皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました